こちらの動画では、フーディニーの地形生成ツール、ハイトフィールドの機能を使用して、地形を作る流れをご紹介します。今回は、地形作成のワークフローを参考に、形状を作成し、アウトプットするところまで、順を追って説明をしていきます。まず、ハイトフィールドツールについて概要を紹介していきます。こちらのツールは、2D ボリューム、 を使用して地形を表現します。2D ボリュームというのは文字通り平面的なボリュームデータのことを意味しています。実際に Foodie2 を立ち上げて確認した方がわかりやすいので、ここで Height Field Sop ノードを一つ作ります。Foodie2 のオブジェクトレベル上でタブキーからジオメトリーを作成しまして、 そのノードの中に入ります。ここで、サイド、タブキーから、ハイトフィールド、ソップノードを一つ作ります。すると、このような平面が作成されます。この平面が持っている情報を確認します。ハイトフィールド1にカーソルを合わせて、 ノートインフォを開きますここではオブジェクトの持つポイント数やポリゴン数ボリュームデータの場合はいくつのボリュームがシーンに存在していていくつのボクセルで構成されているかを確認できますここでは2つのボリュームデータがありそれぞれハイトとマスクという名前が付いていますその隣に Z 軸方向に沿ったボクセルの数が表示されています。XYZ の値にそれぞれ500、501と表示されており 3D シ c ン n ューポートの Y 軸方向にはボクセルが1つしかなく二次元的な構造になっていることがわかります。各ボクセルには高さ情報が格納されます。今はまだ全てのボクセルの値が ゼロの状態なので凹凸がない状態になりますボリュームデータである以上解像度はこのボリュームを構成するボクセルの数で決まりますボクセルの数が多くなるほどディテールは上がりますが処理負荷もその分高くなりますここでピッグヘッドを一つ作成しますディスプレイフラグをピッグヘッドに切り替えます これをボリュームに変換するため、タブキーから i s o オフセットノードを作成し、ビッグヘッドのアウトプットから i s o オフセットのインプットに接続し、i s o オフセットのディスプレイフラグを切り替えます。i s o オフセット1のアウトプットタイプを FOG ボリュームから SDF ボリュームに切り替えます。 ユニフォームサンプリングディビジョンズ。こちらをデフォルトの値の10から50に上げます。各座標方向にいくつのボクセルで構成するかを制御するので、値が大きくなるほど多くのボクセルで構成されていることを示しています。ボクセル数が多いほど計算に使用されたメモリの容量、こちらは増大しますが、ディテールは 上がります。ボクセル数が少ない場合は、その逆になります。フーディニーに限らずですが、このボクセル数による解像度の制御をサンプリングと呼びます。この後の動画でご紹介しますが、ハイトフィールドソップノード自体では、ボリュームの解像度は変更するオプションがありませんので、別ノードのハイトフィールドリザンプルソップノードを使用して、リゾリューションスケールを 調整することでで解像度を変更できますこのように h i g h t ー f i e l d というツールはボリュームデータを使用して地形を生成するツールですので通常のソップレベルにおけるポリゴンジオメトリの操作とは異なることがお分かりいただけると思います。今回は h i g h t ー f i e l d の概要紹介にとどまりましたが本動画シリーズではこのように h i g h t ー f i e l d の使い方や概念を踏まえてご紹介をしていきます。 次回以降の動画では、このようなハイトフィールドを使用したリアルな地形生成のワークフローを参考に、このような地形の作成を行っていきます。それでは今回の動画は以上となります。ありがとうございました。